かすみみたまのげんせげんたんチャンネルやしゃのいえそのいえはじゅうたく団地の中のだれもよりつかないいっかくにあるぼろぼろになったはいくではなく二かいだてのきれいないえらしい ところがそこに、夜舎が出るという噂が囁ささかれていた。口頭無形な噂である。耳にしたものは、大抵は一生に伏すだろう。しかし、地元のものは真剣にその家のことを恐れ、そこを夜舎の家と呼んで、寄り付かないようにしているというのだ。D 君は先輩の車の後部座席で初めてこの話を聞いたとき、 思わず吹き出してしまった。何なんですかやっしゃって。ありえないでしょう。しかしこの話をした先輩はハンドルを握りながら真面目な顔をしてうーんとうなった後、俺もそんなことないだろうって最初は思ってたんだよ。という。最初はああ。お前、 F って知ってるか俺らの同級生の。ヤンキーで有名だった F さんですかそうだ。あいつがな、行ったんだそうだ。夜叉の家に先輩は真面目腐った顔でうねずく。俺も実際に見たんだけどな。あいつ、その家に行った後、事故ったんだよ。事故 ああ、バイクのな。それで倒れた車体の当たり所が悪かったんだろうな。左手の指が全部吹っ飛んじまったんだ。ええ。結局繋がらなくてな、そのままだよ。マジっすか。因果関係はあるんですか詳しくは話してくれなかったが、あいつはそこに行ったことが原因だって信じてるんだよ。 そこまで先輩が話したところで、助手席に座っていたもう一人の先輩、G が、嘲笑うようにこう言い放った。<laughs> でも、さすがに夜叉は出ないでしょ。そうだな。夜叉が出たとは言ってなかったが。ほら見ろよ。あいつヤンキーでバカだから、迷信深いんだよ。なあ行ってみようぜ、そこに。夜叉が出るなら見てみたいくらいだわ。そうだな。 俺もそう思ってたんだ。まあ、やばくなったら逃げよう。先輩がうなずきながら答える。何やら、雲行きが怪しい。なんでその家に行くことになっているのか。あの、その、夜叉の家、行くんですかそのつもりだよ。お前も行くよな。なんでそんな話になっているのか。 不思議には思うが、もう断れる雰囲気でもない。えい嫌です。けどけどじゃないっすよ。まあまあ、い、e、いも呼んでるから行こうよ。お前の同級生だろ。E は同級生の女子で、可愛いいと評判の子だった。t 君自身は顔見知りではあったが、 格別、親しいわけでもない。なんで呼んでるんですかもう、肝試しに行こうってさ。最初から行くつもりだったんじゃないですか。そう言うなよ。そしたら、D 君がいるなら行きますって言うからさ。そういうことか。二人の先輩は最初肝試しに行こうと E に声をかけたのだが、 しぶられたんだろう。D も呼ぶからさ、などと説得して、ようやく首を縦に振ってもらったんだ。だとすれば、もう断れぬはずもない。わかりましたよ。E にはどこまで話したんですか何も怖がらせても仕方ないじゃん。そんな怖くない心霊スポットへ行こうって言ったんだ。マジっすか。じゃ、 いい拾ってそこ行こう。先輩はい、e、いを迎えに行き、そのまま夜舎の家に向かった。夜遅くに呼び出されたい、e、いは不安げだったが、同じ部活の先輩だった二人の誘いをどうしても断れなかったんだろう。T 君の顔を見るとほっとしたようで、よかった、T 君がいて、と言って少し笑みを浮かべた。 問題の家は E の家から車で20分ほどのところにあった。家の近くの路上に車を止め、徒歩で家に近づいていくと、門批のところに手製の看板が掲げられている。管理人や所有者の名義ではなく、町内会の名義で、立ち入らないよう警告が書かれている。正確な文面は覚えていないが、D 君は違和感を覚えた。 不法侵入や警察沙汰、罰金などを警告するものならまだわかる。しかしその看板に書かれていた内容は、中に入って何が起きても責任は取れないというような意味のことだったからだ。こんなこと普通書くか。そう思ったが先輩二人は気にならないようで無視して門を開け中に入っていく。そして家を見上げながら、 夜しが出るにしちゃ新しいな、などと言っている。夜しいいが D 君の方を向いて小声で問いかけてくる。ああ、い、e、いには説明してなかったんだよね。ここ、夜しが出るって噂の物件なんだって。夜しって、ギターをかき鳴らしてる、あのそりゃ、キタロウだろ。 まあ、本当に出るかは知らないよ。夜叉の家って噂なんだってさ。へえ<ー>。どうも E にはピンと来ていないようだ。無理もない。D 君にもピンと来ていないのだ。ただ、この家を訪れた F が不幸な目に遭った。というリアリティのある部分だけが怖かったが、E にはあえてこの情報は伏せていた。 むやみに怖がらせても仕方がないし、先輩方からも話すなと言われていたからだ。中に入ってみる。新しい物件という印象は変わらなかった。しかし、急に住人が引っ越したような感じもあり、ところどころに産地物がある。なんかこの家の情報ないの他に。ちい先輩が尋ねると、 話を持ってきた先輩が少し考えた後、お父さんが不倫したとかなんとか。おいおい、急にのもなましいな。じゃあ何か修羅場がひどくって母ちゃんがやしゃみたいだったってことちぃ先輩はそう言って笑う。そんなことないだろ、と先輩は返すが、しかし、どうにも怖くない。 一階をみんなで固まって見ていたが、普通の新しめの一個建てという印象しかなかった。奥の部屋に仏壇が残っていたことが唯一怖いといえば怖い部分で、ただそれも扉が閉まっているため、そこまで切迫して恐怖感を煽るわけではない。まあ、これだけは怖いな。そんなことを言いながら、 ぐるっと家の中を回って再び玄関付近に戻ってきた。やしゃ出ないな。先輩二人はそう言い合って笑っていた。じゃあこのままじゃあんまりにもつまんないから、各自散策しようぜ。で、変なことがあったら呼んでくれ。そう言って先輩方は一階の奥の方に進んでいった。 二階行こうか。D 君がそう言うと E は頷く。二階には子供部屋が二部屋だけあった。各部屋には少しだけ服などが残っていたので、そこを見てみようということになり、D 君が男の子の部屋、E が女の子の部屋に入っていった。あれ男の子の部屋を見回っていた D 君は妙なものを見つけた。 それは、十年ほど前に、日朝で放映されていた、特撮ヒーローの祖父ビ人形だったのだが、首がなかった。どこにあるのだろうと探してみると、押し入れの中に転がっていた。まあ、子供だから雑な遊び方もするわな。そう思いつつ拾い上げて、よくよく見てみると、おかしなことに気づいた。切り口が鮮やかで、 刃物で切断したかのような状態だったんだ。気持ち悪いけど、子供ならこういうことをするか。そうは思うが、少し気味が悪いので、D 君が部屋を出ると、同じタイミングで E も女の子の部屋から出てきた。どうだったちょっと気持ち悪いんだけど、来てくれない 部屋に入ると床に一つ人形が落ちている。いいわ、これ、と言いながら懐中電灯の光を人形に向ける。それはごく普通の着せ替え人形なのだが、これも首がない。あれ、首ないね。これもともとどこにあったのさっき覗いた時には床に人形など落ちていなかった。 いい、e、は、部屋の隅に光を向ける。あそこに炭素あるでしょあの三段目に、これだけ入ってたの。マジかよ。実は、男の子の部屋で、D 君が自分の見たものを説明する。え気持ち悪い。いやだね。とりあえず、下行こう。 E を促して階段を降りると、やべえやべえと、先輩二人が慌てた様子で小走りでやってくる。どうしましたこの家、矢瀬じゃないけど、やばいわ。何がです仏壇の扉開けたんだよ。そうそう。で、俺ら怖くて閉められないんだけど、見てみろよ。G 先輩はそう言うと、 振り返って仏壇を懐中電灯で照らす。少し遠くからでもわかるくらい大きな肖像写真が仏壇の中に立てかけられている。しかし、その写真の首から上がない。え何これやばいよこれ。何がやばいって。切り口が滑らかなんだよ。 巨大なハサミで、人たちで切ったみたいな、そんな感じなんだよ。巨大なハサミか。確かにそんなハサミなら、上で見つけたヒーローの首も切れそうだ。でも、なんでそんなことを。てぃくんがそう思っていると、はあ、 ここにいる四人とは違う知らない女性の声が二階から聞こえてきた。怖いというよりは、けだるげな声だったという。D 君は心底驚いた。もしかすると二階には子供部屋以外にも部屋があったのかもしれないが、二階を見回っている時には特にこれといって人の気配はなかったからだ。声の主は、ミシ、ミシと足音を立てて階段を降りてくる。 え階段を先輩が照らすと同時に人影がその光の中に浮かび上がった。二十代前半くらいのちょっと可愛らしい感じの女性がエプロンをつけて気だるきに降りてくるんだ。この世のものでないというには妙な実在感があった。女性は左手でエプロンのポケットをいじっている。そして右手には 大きな立ちばさみを持っていた。それを時折、ちょきちょき動かしながら、少し眠そうな目つきのまま、階段を一歩一歩降りてくる。そこで、一瞬記憶が途切れた。次の瞬間、気がつくと、その家のダイニングにあるテーブルを囲むように、四人が座らされていた。 紐のようなもので縛られて椅子に固定されている。だが、素人が縛ったのか縛り方は雑で、少し体を動かせば抜けられそうだった。ただ、い、e、いだけ若干きつめに縛られているようで、必死に体を動かそうとしているが、うまく動けないようだ。なんだこれ そう思うと同時にキッチンの方からパタパタと何かを仰ぐような音が聞こえてくる。見ると差し込んでくる月明かりの下で先ほどの女が何か紙のようなものを仰いでは見ている。ポラロイドカメラの写真のように見えた。え何やってんだひょっとして俺らの写真そこまで考えたその瞬間だった。 先輩二人が紐を解いて逃げ出した。一目散に玄関までかけて行き、ドアを開いて外に飛び出す。家、e、を見ると、E は紐が解けなくてもがいている。T 君も紐は解けたので一瞬逃げようかと思ったが、さすがに見捨てるわけにもいかない。ただ、テーブルは思いのほか大きく、台所側から回り込まないと、E のところまでは行けそうにない。というのも、 逃げ出すときにどちらかの先輩が追いかけて来られないように大きくテーブルを動かし出入り口側の通路を塞いでしまったからだ。動かそうと思えば動かせるだろうがそんなことをしていたら確実に女がやってくるだろう。混乱した D 君はなぜか元の椅子に座り直した。すると、おお、 声の下方を見ると、先ほどの女が D 君たちの方を見ている。偉いね。は褒められている何でしょう ?D 君の問いかけには答えず、女は巨大な立ちばさみをカチャカチャ言わせながら、こっちにやってくる。若いのに立派だね。 まさかそうするとは思わなかった。女はやけに感心している。そうかそうか。じゃあ、テーブルのところまでやってきた女は、そう言うとやや不満げな顔をして、手に持っていた写真を2枚破って、ズボンのポケットに入れた。自分でやっておきながら、明らかに不服そうなその態度が奇妙で、 D 君の印象に強く残っている。じゃあ、今日は二つでいいや。その言い方も特に怖いというような感じではなくて、強いて言えば、チャーハンを作ろうと思ったけど、ソーセージないからベーコンにしようか、みたいな、そんな軽い感じだったんだそうだ。女はテーブルを直すと D 君と E の間の、 いわゆるお誕生日席に座って目の前のテーブルに二枚の写真を置いた。縛られて気絶している逃げ出した先輩二人の写真だった。そして、一首、二首。そう言いながら大きなハサミで写真の首のところをバチン、バチンと切った。やばい、やばい そう思うと同時に E が立ち上がった。どうやら紐が溶けたようだ。D 君は E と一緒に逃げた。女が追ってくる気配はなかった。外に出ると車がない。あいつら、逃げちゃったの家、e、が落胆したようにつぶやく。ひどいな。二人は夜道を歩いて家に向かった。 住宅団地を抜け、車通りの多い大通りに入ってしばらくして、E が口を開いた。あの数え方、何一首、二首って言ってたね。だよね、ちょっと怖すぎるんだけど。あいつら、きっとひどい目に遭うよ。あいつら、 とは、自分たちを見捨てて逃げた先輩たちのことである。もう、敬意は欠片も残っていなかった。そうだよね。いいわ、そう言ってうなずいた。こんなことがあったんですよ。テイくはそう言って話を終えようとした。私は慌てて尋ねる。あ、え、あの、最初に逃げた二人はああ。 あの人たちですかちょっと詳しくは言えないんですけど、なんて言うかな。エレベーターしか使えない体になってしまったんですよ。階段とかエスカレーターは無理ってことそうです。それはまた、なんでそれぞれ全然違う時なんですけど、 あの家行って半年以内になかなかないような事故に巻き込まれてしまって。そうなんだ。D 君と E さんには何も俺たちですかいや、あったといえばあったかな。何が俺今、それがきっかけで E と付き合ってるんです。 そう。のろけか。気を取り直して私は再度尋ねる。その家の女は何者なんだろうね。わかりません。なんか不倫と関係ある人らしいんですけどね。噂では。俺個人の印象で言えば、生きてる人間じゃないかと思います。事実か魔術かわかんないんすけど、そういうやつかなって。 そうなんだ。で、なんで夜叉なのか分かったああ。裁縫用の大きな立ちばさみ、女が持ってたじゃないですか。写真の首切ったっていう、あれそうです。あのハサミって通称、夜叉ばさみっていうらしいですよ。 その家は今もまだあるのだという。しかし、不幸が相次いだこともあり、今ではその家の話自体が近畿のようになっていて、誰もその家には近づかないようにしているんだそうだ。